装備のダサさが目立つ。このなんか2人ともちょっと白と黒で固めたかのようなあれがあるのに、1人だけ真ん中になんかB 級ヒーローみたいなやつがいる。で、今日はね、ちょっとね、いつもさ、極み系ってソロで言ってるじゃん。でもぶっちゃけ、まあ無理なわけよ。ソロなんかじゃ。じゃあどうするってなった時に、こう、まあ今、タイトルにもあるけど、こうプロハン募集って書いてるじゃん。今ここには、自称プロハンが集まってるわけ。まあ俺は、自称ベテランハンターなんだけど、他の3人はもう自称プロハンだから。うん。まあでもね、あれなんだよ。まあ、正直、初見プレイはプロハンとか関係ないんだよね。どれだけ勘がいいかとか、反射神経がいいとか、フロンティアの初見プレイって、そのレベルだから、まあ、どうなるかだな。で、何いくかっていうと、新しい極みで、極みおごる、デュレムディラっていう、モンスターが出たんだよね。あ、シュレンドークエスト？あ、じゃあここじゃ受けらんないわ。シュレンドークエストはここじゃ受けらんないから、外に行こう。でね、雷をね、使うらしいんだよ。雷を使うんだけど、雷耐性マイナス15。終わったわ。雷耐性マイナス15だったわ。で、これなんだけど、ね、こっちが討伐で、こちら討伐の方は、プロアンの人がもう30、40練習してようやく勝てるレベル。それでも勝てないぐらいのクエストだから、極み系は。だからこれはまあ論外。こっち撃退。これなら、極みナルガとか極み人妖怪とかも、撃退は普通にソロでも、俺でもできるレベルだから、これなら初見で全然いける可能性あると思うんだよ。はてなはてな1体の撃退。制限時間は20分。行くぞ！やばい、なんかすごい、なんだろう、すごい緊張してきた。すごい緊張してきた。これいきなりではないよね。多分扉が前にあるはず。今までの番人だったらね。来た。あー、やっぱ場所は一緒だ。場所は一緒や。あ、着付けでもあるじゃん。よかったー。あとは何必要だこれ。砥石1個だけちょっと持っていこう。砥石1個で、これもしかしてさ、これ第一形態からとか言わないよね。第一形態倒して、次第二形態倒して、で、第三形態倒して、で、次が第四形態ってこと？それだったら俺さ、第三形態と第二形態ももう、ブランク空きすぎてさ、勝てる気しないんだけど。OK か？やべえ、みんな立ちじゃん。みんな立ちやん。行くぞ！あ、いない！よかった。第一形態からかな。じゃなくて、第四形態からだ、きっと。わあ、来た！お、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 お！ああ、すげえ！やば、綺麗すぎだろ、これ！おつけおつけ。慎重に行こう。4人もいるし、20分もあるから。なんだこれ、なんかやばそう。はい。いや、はい、広すぎ！ナイス。バカ誰！あっぷねえ、あれはデルムと一緒だ。は？お前、毒じゃん、これ。やばい、攻撃しないとダメだ。しかもこれ、解毒っていう特殊な毒だ。やばすぎーやばいやばい。あぶねえ。いやー、広いな。しかもキツケでも投げらんない。なんでキツケでも投げらんない。毒だからってこと？投げらんないんだけど。毒状態の時。嘘だろお前。これ普通の毒状態じゃないんだよね。解毒っていう。えいえい。あぶねえ。よくガードしたら今。無理ゲー無理ゲーやばい。もうみんな着付けてもなくなっちゃったかな。
ないっぽいな。これは俺が復帰して、あ、投げてくれた、ナイス。おいおいおい、バカ野郎、おい、オッケー。で、ドーク、とりあえず、あの、救援を待たないと左上の14って書いてある数字がどんどん減ってっちゃって、だからあと残り14分ってことなんだけど、救援失敗するごとに1秒、じゃあ1分減っちゃうから、おやが食べてるぞ、やばいぞ、広すぎー。でもベースはやっぱドゥレムディラーだな。似てるわ。ねえやば、ジンヨーが思い出すわ。瞬間移動じゃん。あ、救護してくれた、ナイス。ちょっと待って、復帰できない今な。あれ戻っちゃった。ほい、あ、投げてくれた。ねえ、ちょっと、しかも一回で送られたら毒ってやばくない？もう毒ゲーじゃん。前までは雷と氷だったんだよ、第3形態までは。第4形態の方は雷と氷だ、違う、雷と何あれか、電気だ。えぐ、ほい、うわ、ダメだ。俺がまだ来すぎてまーあと1個あるから、あと戻ってきちゃったか。あれは全範囲じゃないんだな、意外と範囲狭い。おれ攻撃できねえ。なに、危ねえ。うわあ、うわ、やっぱ雷切る毒にもなんだ。ただ超方向と超風圧対策はちょっと今日の生放送で作ったから、作ったけど、これもしかして第二形態とかあんの、これ。こっから、やばすぎ。オーマイガー！